1月3日に行われます。群馬県の上毛電気鉄道は1月3日大御殿車庫で新春イベント2017を開催いたします。当日はデキ3021の試乗会や電車の撮影会、グッズ販売会やトークショーなどが行われます。このニュースについて上毛電気鉄道の中澤博之さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、三が日にイベントを行うということなんですが、こちらは毎年行っているんでしょうか？はい、そうですね、はい、約8年前から、うん、毎年続いて、1月3日にやらさせていただいております、はい、けどあれですよね、まあ、よく初詣とかの臨時列車とか出したりとか、まあ、鉄道会社は忙しいところあると思うんですけど、なんかイベントのためにこうわざわざこうみんなこう総出でこうイベントやるってなると、上毛電気鉄道さんの規模からするとなんかもう社員総出でみんなやんなきゃいけないみたいな感じで大変じゃないですか？はい、いや本当に新年、ね、うん、一発目ということで、うん、来ていただくお客さんに楽しんでいただきたいという気持ちを持ってですね、うん、新しい年をスタートしたいというふうに考えてやらさせていただいています。けど なぜ1月3日にしたんですか？これ1月3日に行う理由ということでですね、うん、お正月休みに、うん、地方から都心部からですね、うん、地元に戻ってきている、うん、方々ですとか、そういった方にですね、ぜひふるさとというのを感じていただきたいというところと、うん、あとは正月3日にね、テレビ飽きちゃったとかね、うん、そろそろこう仕事とかそういうのがちらついてくる中で、うん、ぜひその前に1回ね楽しんでいただきたいっていう、そういう思いからですね、家族でご家族でね、うん、ひとときを過ごしていただきたいっていう、そういうところから3日にやらさせていただいております、うん、具体的にはどういう感じのことをやるんですか？デハ101という列車があるんですけども、うん、それの電車の臨時運行をはじめとしてですね、うん、先ほども近藤さんの方からありました、うん、デキ3021の試乗会ですとか、うん、綱引き、またですね、東部博物館の花上名誉館長による新春トークショーですとか、うん、いろいろグッズの販売、うん、そういったものをですね、やらさせていただいております。今年は何かあります？一押し、まあ、8年間やって今年はこういうのが初めてやるよとか、これ一押しイベントだよってありますか？はい、2点ありまして、まず1つがですね、うん、鉄道テクノの最先端を走り続ける、スーパーベルズの野月さんがですね、午後の電車庫に登場していただけるということで、うん、はい、これ初めて？これ初めて。なぜ急に呼ぶことになったんですか？まあ、最新アルバムモーターマンっていう、ね、うんうん、ものが、モーターマン2017というのがあるんですけども、うんうん、その中にモーターマン上田という曲がですね、曲を書いていただきまして、うんうんうん、それを披露していただけるということで、はい、来ていただけることになりました。はい、他どうですか？毎年、イベントやる中でこのイベント結構人気みたいなのあったりしますか？そうですね、やっぱりデハ101の臨時の運行ですとか、あとジオラマの展示をしたりですとかね、プラレールの線路を作って自分で持ってきたプラレールを走らせたりですとか、そういったこともできます。はい、まあ、あとそうですね、グッズ販売とかもやるみたいなことなんですけど、具体的にどんなものを販売したりとか？はい、弊社ではですね、鉄道娘の北原由紀というのがおりまして、うん、そちらのグッズをですね、うん、中心に販売をさせていただいたりですとか、うん、あとキーホルダーですとか、うん、電車の形のですね、キーホルダーですとかネクタイピン、そういったものもですね、うん、ご用意させていただいております。はい、あとそうですね、ちょっと見て、いろいろとパンフレットとか見て気になったのが、車庫弁を販売みたいなことあったんですけど、はい、これ車庫弁って何ですか？これがですね、大御の電車庫でしか食べられない、お弁当ということで、ソースカツ丼、桐生の名物ですね。そうですね、はい、ソースカツとあと豚肉の生姜焼きかとか、うんうん、それがこう入ったお弁当で、大御の電車庫のこうパッケージというか、掛け紙がかかってる、はいはい、珍しいお弁当です。これ個数限定だったりとかあるんですか？これは数が限りがあると思いますので、うん、まあ、先着順でみたいな感じ。そうですね、はい、お早めに。あと当日僕あの辺何回か電車乗りに行って気になったのが、結構寒いとか、はい、風が強いなみたいな感じあるんですけど、どうです当日は？そうですね、うん、1月の時期ですとやっぱり晴れるとね、風が強かったりとか、うん、そういうのはありますので、うん、ぜひイベ
ベントを来ていただくお客様はですね、うん、本当にあったかい格好で、うん、来ていただきたいなっていうふうに思ってます。あとやっぱ車庫の中だからちょっと汚れちゃったりとかも可能性も、そういう可能性もありますので、動きやすい格好でですね、汚れても多少汚れてもね大丈夫な歩きやすい格好で。あ、そうですね、下も砂利とかだったりするってことですね。なるほど、分かりました。はい、あと時間は何時から？はい、9時半から15時まで、うん、一応入場無料で、はい、皆さんのご乗車お待ちしております。はい、はいはい、ありがとうございます。それでは最後に全国の鉄道ファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、上毛電気鉄道の新春イベント2017ということで、1月3日の火曜日、9時半から15時まで、入場無料で、行います。ただし会場にはですね駐車場がありませんので、ぜひ公共の交通機関をご利用いただきたいと思っております。全国の皆様ご家族の方々のご来場をお待ちしております。はい、ありがとうございます。先ほどおっしゃっていたこちらですね、北原ゆうきちゃん、はい、イメージキャラクターですよね。はい、このようなグッズも販売していますので皆さんぜひ足を運んでみてください。今週のゲストは1月3日に大御殿車庫でお正月イベントを行います上毛電気鉄道の中澤博之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。